そうですね、ボール自体は悪くはなかったんですけど、少しテンポが悪かったので、そこは反省して、しっかり次修正してまた、練習していきたいと思います。制球が定まってないボールが多かったので、そこを練習でしっかり修正したいなと思います。多分それは嘘だと思います。だからチームのガンが何キロか知らないですけど、でも、正直まっすぐっていうのはもう投げれて当たり前というか、課題はコントロールと変化球なので、そこを、やっていきたいなと思います。いや、もちろんそのバッターを、距離を潰すというか、差し込んでいくボールはあるに越したことないので、そこを生かすためには、やっぱり変化球を意識させないと、まっすぐだけだともう打たれるので、とは思ってます。とにかく自分のできることを一生懸命やって、周りは、あまり気にせず、とにかく自分がもうやれることをやるのみだなというふうには思ってます。わかりました。